くもくむかです。みからしゆかです。やほーさくらです。はい、はい、ということで浅草でーす。イエーイ。着物だ着物。嬉しい。ロケ、ね、かわいい。めっちゃかわいいよね。めっちゃかわいいね。はい、はい、ということで、はい、今日はですね、この着物を着て浅草で1人30円でちょっと遊んでいこうと思います。遊べます。散策していこう、はい、浅草さ、ね、美味しいものとかもいっぱい出した、ね、なんか上品な感じだから、うん、いつもうるさいけど黙るわ今日は。ゆかもじゃあ黙るわ。確かに今日結構上品系だもんね、二人とも、ね、あ、じゃあコンセプトはポイントいいですか。私は魅力的な女。おー、なんかやっぱちょっと大人っぽいっていうか、あんま喋らない子を演出しました。演出、ね、はい、バッグも黒で、なんかちょっとかっこいい感じが好きだから、うん、こういうね、着物も着てみたくて来ました。いい、ね、作品っぽい。本当に、うん、嬉しい、ありがとう。楽しみます。楽しもう。はい、ゆうこちは。はい、私はですね、こんな感じで全体的にグリーンと白、黒とかでまとめてみました。可愛くないこのバッグ。超可愛い。めっちゃ可愛い。マジでお気に入り。このバッグとこの髪飾りがお気に入りで、うん、私もちょっと大人っぽくしたかったので髪の毛はちょっとダウンヘアでストレートにしました。はい、可愛い、似合ってる。私は結構2人とは対照的にちょっとガーリーな感じで、ね、ちょっと可愛い感じを狙わせていただきました。狙わせへんから。狙ってるね。狙ってます。狙ってる。ここのパールと、うん、ここのパールで、こっちにもリボンなんかつけてて、ここにもファーとかあったりして、結構全体的にフリフリってした女の子らしさをイメージしました。モカちゃんっぽい。モカちゃんっぽい。はい、じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。せーの、レッツゴー。浅草人生2回目よか。え、そうなの。あのね、上京する前に1回、うん、はいはい、あの来たの YouTube の。じゃあ上京して1回目。そう、上京して初めて来た浅草。はいはいはい、嬉しい。今から美味しいお団子屋さんに行きたいと思います。すいません、ポッ。電源がすぎる。もうゆか決まった。え、ちょっと待って、一緒によ。みんな一緒によ。せーの、いちごこしや。空気読めなくてごめん。はい、じゃあこちらをね、皆さんご自分の串を持っていただいて、反対の手の上にね、いちごの酸味とね、あんこの甘みがね、とっても合いますからね。はい、ゆっくり食べてください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かわいい。かわいくないですか。マジでかわいい。コシコシ抹茶ね、いただきます。いただきます。抹茶苦すぎなくて美味しい。うんうんうん。めっちゃさ、弾力あるお餅。うん、ね、いちごうま。うん、ごちそうさまでした。あ、抹茶飲みたい今ね。抹茶今甘いの食べたから、ちょっと苦いのが欲しいから。はい、わかる。抹茶を飲みに行きます。どうぞ。私はほうちゃんのアイス、和紅茶ラテ美味しそう。私はわらびラテ全部美味しそう。お抹茶いいか行ってみるわ。お抹茶行ってみなしゃい。どうぞ。ありがとうございます。いただきます。危ねえ。危ねえ。熱かった。うん、救われる。なんかめっちゃ苦くない。ほんとめっちゃ苦い濃いのがすると思った。ね、待って、お茶で。お茶でした。ね、かっこいい。お抹茶飲んでんだよ。私はおこい茶わらびラテ。和紅茶。でもなんか和紅茶みたいな色してるもんね。え、そう、合わせても普通に。美味しい。めっちゃ飲みやすいです。わらび餅めっちゃ美味しい。はい、そうなんだ。飲み物が割と苦めだから、うん、いい感じに調和されてる。私は、なんだろう、そうだな、普通の紅茶と違って和の良さが出てる感じで、
心まで輪に近づいちゃう感じになります。めちゃくちゃシロップ入れてたこうやって入れてた確かにガーそういえばさ、ゆか成人したじゃん。成人しましたじゃあその時の話聞かせてよ。私、福岡なんですけど、福岡って結構派手じゃん、イメージ。そうだね、本当に派手だった、うん、周りみんなレインボーのなんかリーゼントとか大きい旗持って、なんかなんちゃら組みたいな、噂かなって思ったの。本当にそういうやついいのかなって思ってたけど、うん、本当にいましたなんかでもゆかぴはさ、なんかさ、こう金箔とかつけちゃってさ、上品な感じでしたよ。しかもでも自分でやったのあれ。そうなんだ。そう、なんか美容室を予約しようと思ったんだけど、やっぱ成人式だし、メイクも勉強してるし、自分でやろうかなと思って、全部朝早く起きて自分でやりました。なんかちょっと違うの、成人式終わった後変わってる。わかる、一皮むけた感じね。抹茶とか飲んじゃってるしね。そう、お抹茶飲んでるガチかっこいい。はい、はい、では続いてはおみくじを引きたいと。嬉しい、おみくじ。おみくじやった。浅草はあの今日が多いらしいの。ねえ、聞いたことある。そうだから今日引く人が結構多いの。4割今日らしいよ。4割今日。うん、せーの、28番、50番、一緒に見よう、せーの、じゃん。ね、今日今日キチだ、今日。ねえ、キチ、キチ願望叶うでしょう、病気治るでしょう。願望叶いにくいでしょう、はい、病気危ういでしょう、はい、恋見ていい、悪いでしょ。願望叶いにくいでしょう病気長く養生すれば治るでしょう。伏せ物出づらいでしょう、うん、待ち人遅くなって現れるだって。え、待って、うちよりさ、いいよ、付き合い悪い。じゃあ結ぼう一旦さ、結べないんだけどさ、どう結ぶのこれ。はい、あ、いけそういけそう。おっちゃ、もう休憩してる。ナイスです。私もなんで、私もなんで。よし、はい、行けた。マジでよろしくお願いします。頑張ります。頑張ります。じゃあ浄化しよう。こちらね。私、頭にしようかな。受験控えてるから。え、確かに。来年？はい。今日も今やってる。受験も成人なんだよ。控えてろ。ありがとう。ちょっと待ってくれてる。一番めっちゃ止まるから。めっちゃ止まる。ガルン多いから。ではお賽銭行ってきたいと思います。いただきます。願い事は内緒です。願い事って言ったら叶わないんだよ。欲しいね。そうだから内緒。そう、内緒ということで、お賽銭が終わったので、はい、今から映えスポットへ向かっていって、ちょっとなんか思い出作りの写真とかいろいろ撮り合いしようか。天才カメラマンいる、マジで。かわいい。かわいい。どれぐらい映したらいい、今更聞くけど。お任せで、カメラマンの。プロなんで。明日を見てる。明日の自分。いや、笑わないのって。何で笑わないの。プロなんだけど。モード入ってるから、ごめんね。モード入ってんだって。あ、カラスも喜んでます。かわいいって。かわいいって。いいね。帽子までいい感じにね。ね、あ、見せてる見せてる。あ、見せてる見せてる。ちょっと待ってくれない？あ、そうだね。そうそう。スタイリスト。もういい感じ、もうみんな。可愛い。ありがとう。ありがとう。はい、あ、じゃあ普通飲み飲み。え、待って。美味しそう美味しそう。ありがとうございます。ありがとうございます。台湾メロンパン。失礼します。うわ、緊張する。おいしょ。誰が一番取れるか選手権。はい、行きますか。はい。え、行くよ。え、うまい。え、うまい。行きます。行きます。誰が逃げる。誰も。逃げる。やばいやばいやばい。もう無理もう無理。待って、ここいいんじゃない、ここ。行くよ行くよ。近づけないと、これ近づけないと。ゼロッキーの人がやってる。確かに。見てもいい？ゼロ。あ、いない？お疲れ様でした。お疲れ様でした。よし。
はい、ありがとうございました。バイバイ。はい、ここはね、食べれたし、はい、ピーとかも取れたので、はい、お土産を探そうかなと。最後はお土産ですか。はい、でこの辺結構お土産あるので、ね、いっぱいあるね。え、うん、あ、なに、これ香水じゃん。え、いいじゃん、いいじゃん、恋結び。はい、心もキュンとする、恋も叶いそうな魅力的な香りだ。え、めっちゃ良くない。あ、超好き、これめっちゃ好き。うわ、嬉しい。花かご、お花をかごの中に敷き詰めたような香り。お、あ、これもいい匂いだ。下でかけて、すごい好き。え、じゃあせーのでいいよ。 OK、 いくよ、せーの、これ。あ、あ、え、見たよ、見たよ、一緒だ、一緒だ、一緒なことある。やっと仲間に入れた。これやばいね。ね、最強。じゃあこれちょっとお買い上げしていきたいと思います。三人一緒に。うん、すごいね。買いました。買いました。メリー香水。お金がね、結構持ってたんで、未来の分も一緒に全4人お揃いで購入いたしましたので、はい、未来が元気になったら渡したいと思います。早く元気になるんだよ、あなた。早く元気になれよ。撮影するよ。はい、ということで浅草ロケ終わりました。楽しかった。めっちゃ楽しかった。充実しました。 ね、 ね、あっという間だったし、ね、お土産も買えたしね。天気も良かったしね。確かにそれが一番大事だよ ね、 ね、マジ天気いいよね。めっちゃ出てる。わかる、天気良かった、ね、で今回ね、一人3000円でこんな楽しめるじゃん、うん、ね、ほぼぴったり使ったっぽい。そう、ね、最高やん。上手、私たち上手、買い物上手、買い物上手。ぜひまた行きましょう。はい、行こう。せーの、今日の動画はここまでです。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。バイバイ。楽しかった。あ、そういうこと、気持ちの問題。あれあれ、わかった、そういうことね、理解しました。はい、あなんか破けてるよ。あれエレカも破けてるよ。無理やった。